はい、どうも、りょういちです。それでは、7 days to die やっていきたいと思います。35日目です。まもなくね、報道が来ますね。手持ちの装備を整えました。銃はね、この MP7 ですね。UMP もあったけど、MP7 の方が、ちょっと攻撃力が若干高いのと、ドットサイトがついてるから、こっちをね、使いましょう、今回は。弾があんまりないからね、2、8発ぐらいしかないから、いまいちかもしんないけど、警官ぐらいには使えるかもしれない。そして PSG-1。PSG-1 も拾ったアタッチメントね、スコープとかあったから、これでようやく、ちょっと使いやすくなったかな。スコープあれば、まだマシかな。あとなんか、暗視サイトみたいなのもついてる。あとは、釘バットと、ナイフ。そんな感じでいきたいと思います。まもなく、もう始まるね。あと5分。よし、アルコールを飲むか。さあ、飲んで。準備は OK。よし、行くぜ。さあ、かかってこい。トゲもあるからな。トゲ。まあ、ちょっとしかないから、どれぐらい役に立つかわかんないけど。さあ、来るぞ。さあ、始まった。どっから来る？ん？どっちだ？ん？あっち？え？あっちだ。ああ、あっち側から来たか。マジか。マジか。ああ、こっちも来てるね。アメフトだ。ああ、南の方から危ない。あ、落ちちゃった。南の方、南じゃねえな。西か。拠点側の方から来ちゃったか。あ、いて。ハゲワシもいるね。危ない危ない。よしよし、いいよ。暗いな、でも。おいし、いいね。クイズバット強えな。釘バットのリーチはやっぱなかなかいいね。よし、ソルジャーも結構来てる。ソルジャーも結構来てるよ。いや、そして暗い。もうちょっと明かりは用意した方がよかったな。暗すぎるな。超暗いんだけど。ほら、あ、ダメか。うわー、ソルジャーが怖い。ソルジャーが怖いな。ちょっと銃使ってみようかな。ばらまいてみようかな。ああ、効く効く。でも、あんまり死ななさそう。どうだろうか。PSG-1 で行くか。PSG-1 で、うまくヘッド取りたいな。おお、いいねー。めちゃくちゃ狙いやすいぞ。PSG-1。ああ、でも、どんどん来てます。どんどん来てますよ。やばい。よし、ちょっとスパイクトラップの出番だな。そろそろスパイクトラップの出番か。よし、行くぞ。さあ、食らうかな。うまく食らってくれるかな。俺はこっちを通ろう。さあどうだ、行け。いった、開いてる、行ってる、行ってるけど多すぎる、多すぎて、さすがに。あーでもいいね、足だいぶちぎったな。10体ぐらい足ちぎったんじゃない。いいよ、いいね。危ない。でも来てる、フェラルが来てる。後ろから、後ろから迫り来るフェラル。ほら、これあんまり連射はできないのか。普通のあのスナイパーと違って、いつものね、スナイパーと違って、うわぁ、足ちぎれてる奴らがいっぱいいる。うわ、これはいいね。あー、でもやっぱ速いやつ抜けてくんのか。それとも、あれか、タフなやつかな。アロハとかソルジャーとかは一撃じゃ足を仕留めきれんか。よし。危ない危ない危ない。危ない危ない。すげえ。うわ、犬がゆっくり外したか。あー、ダメだ、うまく当たらない。うわー、怖い。やりほどのリーチはないから、下手したらまずい。あー、ダウンしか取れないね。フェラル、あいてもらったか。そうか、あれだ、出血か。威力がやはり足りないな、まだ。まあ、雑魚は十分だな。ナイフの方が、タフなやつはナイフの方がいいかもしれないね。一撃で持っていける可能性があるからな。フェラルとかは、スキルが高いから、高い分ナイフとかでいった方が。あ、ダメだ。うわ、やべ。やべ。危ね。
危なかったぞ。周りが見えてなかった。危ねえ、囲まれた。危ない。あ、犬がまたいる。まずいな、まずいな。足はだいぶちぎれてはいるんだけど、多すぎるな。敵が多すぎる。よし、もう一度さらにかけよう。ここにかけていくしかない。そして犬、犬何してん。やる気のない犬。火炎瓶行くか。一発火炎瓶行くか。警官来てないしな。警官とか来てないから一旦、よし。危ない。装備を変えるのも結構一苦労だからな。火炎瓶行こう。一発火炎瓶で足ちぎれてるやつらを一気に燃やしてやろう。足ちぎれてるやつらに引っかかったタイミングで一気に行け。あ、ちょっと手前に落ちたけど、まあなんとかいけるか。よし、バーベキュー。うわ、これで明るくなった。ちょっと明るくなった。暗い。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。すげえな。おお、死んでる死んでる。足ちぎれてるやつだ。いい感じに。あ、犬が来てます。犬が燃えてます。いて、食らってしまったか今の。犬どこ行ったかな。危な。くそ。やっぱ PS1 が使いやすいかな。スコープとかついてて、あ、しかも夜でもね、見える。うわー、いっぱいいる。死んでんのか生きてんのか。連射できたらな。これでもうちょっと連射できたら完璧なんだけどな。まあさすがに贅沢やってられないか。十分強い、十分強いわ。フェラル行きたいけど、あー、ダメか。よいしょ。うわ、なんか来たぞ。危ない、前から来たぞ。よし、トゲ。あー、トゲはまだ全然いけるね。壊されるってことはないだろうし、燃料が生きてる限り無限に使えそうだ。よし、フェラル行った。射抜いてやったぜ。よし、誰かわからんが行った。あー、でも数が多い、数が多すぎる。やっぱソルジャーとかの足は全然ちぎれない。よいしょ。あ、犬が増えてるね。犬が増えてるよ。犬をやっておくか。犬どこだろう。うん、見えないな。警官とかは全然来てないな。しかし緑のやつはね、レベルはそんなに高くないのか。あ、犬いた、犬いたぞ。ほい。あー、外した。くそー、多いぜ、雑魚どもが。くたばれ、燃えろ。死なないね、やっぱり。ほっ、当たらんねー。くそー、どこ行くの、どこ行くの。くそー、あいつら翻弄してきよるな。俺を翻弄してきやがる。あ、賢いな、あいつら。あいつらは罠を回避してる。当たらん。踏み込めないな。もう一歩踏み込まないと。あ、外したか。危ない危ない危ない。ゴアブロックもできてきつつあるからな。あ、いいね。やっぱ PSG1 いいわ。近い。適当に撃つだけでも当たるし。ちょっとフェラル、あー、でも UMP 使っちゃった、しまっちゃったからな。ナイフで行くかね、フェラルは。あー、この数。この数、うわー、多い。この足ちぎれたやつらに骨折ね、させられないように気をつけないとな。それが一番危険だから。よし。うわー、いるぞいるぞ。そこだ。デブ多いな。デブ多くねえか。アロハめちゃいたな。やっぱあいつらが残ってんのは
あ、なんか壊れてる。あ、壊れてるぞ1個。マジかよ。1個壊れてんじゃん。なんで壊れたんだろう。使ってたら耐久減んのかな。あれ、お前誰？お前生きてんの？死んでんの？死んでんのか。やばい。あーし。厳しいな。アロハのあのフェラルカはかなりタフだな、やっぱり。いて。あ、いた。あー、そしてここで登場、緑のおじさん。ここで来たか。ここで投入してきたか。マジかよ。マジか。一旦装備を戻したいな。戻す隙を俺に与えてくれるか。うわ、前から警官登場。危ない。あ、やれたな。もったいないな。今のナイフ持っとけばよかった。釘バットの方がいいか。警官は釘バットの方がいいか。頭は飛ばないしな。一瞬 UMP じゃない、 MP7 をくれ。よしよし、試してみようかな、警官に。行くぜ。くたばれー、くたばれー。あー、ちょっと、あー、微妙だった。やめて。あー、やめて。あー、自爆した。あー、まあいいか。皆殺しにしてくれた。逆に、まあ結構ブロックも吹き飛んだけど、まあこの1ブロックはね、壊す予定だったからあえて修理してなかったんだよね。よしよし、だいぶ死んだな。さっきの爆発のおかげで結構持ってたね。これは助かるぜ。うわ、犬がね、ちょっといて。いやー、出血か。犬が厄介だな、やっぱ。この犬とはやっぱスパイダータイプだな。あー、当たらんか。やっぱ若干むずい。待ち手の感覚で戦ってしまうな、若干ね。危ない、後ろ。フェラルだ。うわ、チア。うわ、ゴアまみれ。ゴアまみれになってきちゃった。これはもう、戦況はどんどん不利になっていくぞ。当たらん。やばい。これはまずいですよ。あ、いた。全然当たりません。攻撃が全然当たらなくなってきた。やべ。これはまずいな。戦況は不利だ。 PSG1。 あー、弾はまああるか。弾はあるから警官爆発をもう一回使うか。警官爆発をもう一度使い、やつらを吹き飛ばすしかない。よし、くれ。あー、ちょっと邪魔。君たち、あ、警官上で踊ってる。よし、そろそろ死ぬんじゃないか。あいつそろそろいいでしょ。そろそろ自爆しろ。まだか。自爆しろ。まだか。まだだな。自爆しないな。自爆してくれないわ。あ、自爆するか。しないか。そろそろしそうなんだけど。え、で。あ、もう一体来たぞ。ほらー。あ、自爆した。自爆したね。ああ、いった。一気にいったぞ。やったぜ。ざまみろ。あれ、立ち上がってくる。え、マジかよ。ソルジャーたち。ソルジャーとアロハは死なねえのか。マジかよ。やばい。ちょっと回復しとこ。ちょっと減ってるよ。やばいよ。警官来てるな。くそー。強えな、本当に。本当に残ってんのはほぼタンク色のやつらばかり。フェラルとソルジャーと、うわ、犬も。クソ、厄介なやつらばかりだな。危ない。ゴア下がれない。ゴアがありすぎて下がれない。まずいよ。
く顔面を捉えきれないと。確実に甘い。くたばれくたばれ。一発入れたら自爆するんじゃないかこいつ。一発入れたら自爆するだろ。よし、ダメか、自爆しないか、自爆しないかな、微妙かな、まだかな。一発 PSG1 叩き込むか体に。どうだ、ダメだダメだ。ここのゴアまみれがやばい。よし、やつらを逆に遅くしてやろう。お前よく生きてるな。よいしょ、危ない危ない。警官はどこ行った、まだいるかそこに。おら、あ、飛び込んじゃった、やばい、飛び込んでしまった、やばいやばいやばい、あー死んだー。いやー、無茶したな、しまったー、今のは無茶だったか。当たらなかったしな、警官。そして、しまった。復活したけど、復活の場所が、ベッドを前の町に置いたままだった。マジかよ。やってしまったぜ、これは。マジか。まさかこんなところで。しかも敵が、ホードがまだあれだから。でも、ワープしたからあれだね。一気に距離が俺移動したから、あの拠点から、あの拠点にいたゾンビたちは多分消えたんだろうな。リセットかかった感じかな。一体しか来ていない。マジかよ、こんな遠い場所でどうしろと。武器は、あ、クロスボウあるけど、いや弾がねえ。何か近接武器、近接武器もねえな。クソ、やべえな、やべえぞマジで。どうする、とりあえず帰るしかねえ。あ、近接武器、あ、バットはそうだ、まだ持ってた。予備を一応入れてたんだ、インベントレに。よかった。恐ろしい、ひどい、これはやばいぞ、これは非常に非常事態、やってしまったな。とりあえず荷物を持って帰るしかない。バイクを作ることもできないだろうしな。とりあえず、うわー危ない、一体ずつ来てる、一体ずつ来る感じになった。もう私は帰る、走るぞ、走って帰ろう。やばい、ヘビもいる、この暗闇の中。大丈夫なのか、スタベでバイクなしで突っ走れるのかわからんが、行くしかねえ。よし、拠点にようやく着いた。いやー長かったなー、長い道のりだった。まさかこんなことになろうとは思わなかった。いやー無茶したのがね、やっぱあれだなー。あったカバン、あー、そして残党がまだいる。うわー、えらいことになってるここ。あー、カバンは回収。いやー、ここでちょっとね挟まったのがねあれだったな、失敗だったな。無理に倒しに行くべきではなかったな。そしてベッドをね、置き忘れてるというね、ミスですね。痛恨のミスにより、まさかの結果でホードが終わってしまった。いやー、まあ結局でも、あれだったな。裁けなかったな。全然裁けてなかったからね。結局敵の、本当に、なかなか、まあ待ち得手があったところで、やはりあの数を、このただの、ねえ、あれで裁くのはなかなか厳しい。まあ、やっぱ重くて若干ラグもあるからね、バニラと違ってね。なかなか戦って白兵戦を仕掛けるのはね、難しいね。やっぱこういうトラップとか、いろいろもうちょっと仕掛けていかないとね、ここをちゃんと作っていかないと厳しいかもしれないな。このスパイクトラップも壊れてしまってるしね、一箇所。引っかかった。あれかな、連中が壊したのかな。まああれだけいたらね、あ、コンポーンド棒だ、壊れるよな。しかし回収していくか。ちょっと
敵はこっち側から来てたっぽいね。最初はこっち側から来てく、なんかここのトゲがなくなっちゃってるね。よし、ちょっとコアブロック壊すのは時間かかるからな。またにして。漁るだけ漁っていこう。拠点は大丈夫かな。あっち側は、こっち側は大丈夫か。まあこっち側は特に、あ、でもなんか岩削れてるな。こっちの岩削れてる。こっちからも若干来てたけど、拠点はなんとか、あれだね、避けてくれたようだな。何かあるかな。ガラクタばかりかな。警官は仕留めてないしな。ソルジャーぐらいかな。何か落としてるとすれば。あ、ピストル。かなりね、ごちゃごちゃになってたからな。ごった返してたし。敵も本当に。警官の自爆でなんとか、ね、結構倒したけど。やっぱ死なないね。タフだな。かなり、アロハと、ソルジャーだね。ソルジャーがタフだったから、全然死ななかった。倒せなかったね。トラップも、スパイクトラップも、効いてたことには効いてたけど、あの数じゃね、全然だな。ピストルは出るね。ピストルばっかりだな。特に他はないかな。おお、PSG-1 だ。ソルジャーが落としたのかな。割とソルジャーは多かったんだよね。だから結構まあ出るか。何かもうちょっとあればいいな。ロケットランチャーとか欲しいな。あ、コンポーンド棒のグリップ、アルコール、スリッパいらないな。ガラクタはいらないわ。すごいなあ。しかしコアブロック問題もあとあれだったね。考えないとな。やっぱ戦えなくなってくるから、コアブロックがこれだけできちゃうと。やっぱちゃんともうちょっと立体的に作って、逃げれるようにしながら戦わないと厳しかったね。まあ無茶さえしてなければな、まだなんとかなってただろうけどな。そこで無茶したのはな、失敗だったね。やっぱ油断してはダメだということだ。囲まれたらもう脱出する術がないからな。特にもうないか。でもガラクタばかりだな。うん、ないね。同じガラクタばかりだ。ないか、何か。もうちょっと武器、あ、ハズマット。ハズマットは少なかったように見える。全体的にソルジャー、フェラル、あ、フェラルはいたけど、あんまり何か落とした感じはしないね。うん、何もない。これぐらいか。オッケーオッケー。まあ、武器、ピストルと PSG-1 ぐらいか。しょぼいな。しょぼい。しょぼいなぁ。今回のホードは敗北ですね。完全に敗北だ。しまった。もうちょっと次回までに、うん、整えて、しっかり作らないとな。もっとでかくして、立体的な構造にしよう。やっぱ、しょぼかったな。トゲも5個しか置いてなかったし、この立体的な足場も、ね、前作ったもので、狭いままだったからね。いや、もうちょっと、舐めてたね。もうちょっとやらないと、しっかりしないといけなかったね。残念。まあ、というわけで、今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。